プレデターが強いらしいということで、どうも皆さんこんにちは、ウィザです。本日はですね、まあこちらグランデフェスで出た新キャラクター2体を狙って、回していきたいなというふうに思っております。まあ今回はプレデター狙いだな。じゃあちょっと条件決めようか。やっぱ条件決めないとダメだな。100連以内にプレデター出たら撤退、100連以内にプレデター出たら撤退して、100連以上行ったら、まあ、両方狙うかなっていう、300連まで行くわ。はい。まあ、それでプレデター出なかったらプレデター取るっていう形で行きたいと思います。まあ、もうちょっと最近ね、際限なく回してる気がするから、まあ、ちょっと時制、まあ、時制ではないけど、ルールは貸しておこう。はい。ということで、100連以内にプレデター出たら、逃げます。はい、そんな感じですね。まあ、プレデターが結構すごい強いらしくて、まあ、かなり尖った性能をしてるんだけど、あ、回していきます。アーカー社で使うらしいんだよね。そう、アーカー社で使うらしくて、今回の虹1個目が、ポン!おお。あれ、キャラ調整される予定だったっけ?そうだよね。名前なんだっけ?ガウェインだ。そう、ガウェインはね、確かキャラ調整が予告されていた気がしますので、うん。まあ、こちらの方楽しみですね。で、まあ、なんか、まあ、基本的にそこまでめちゃくちゃ使うっていう性能じゃないかなっていう。まあ、俺、虚無の極、これはまあ、一応4凸2本も持ってますね。うん。まあ、なんか結構、尖った性能してるから、あんま使わないんじゃないかなっていうのが正直、おお、虹がまた出てくる。現在、虹率 100%、エウリピです。これあれだね。メデューサだね。なんかそんな感じだったんで、実際どうなんだろうと思ってたんだけど、まあ蓋を開けてみれば虹が出てくる。あれ、オーデンこれで、あ、俺もう4凸1枚持ってたな。オーデン4凸1枚持ってたわ。だから4凸1枚、無凸1枚って感じかな。うん。さあ50連目になります。なんか使いそうなのでちょっと取っていこうと。まあどうやって使うんだろうね。でもブレイクアサシンでしょ。まあ一浴びで強襲効果があるとはいえ、おそらく一浴びの強襲効果ガン無視して3浴びだけ1ポチすると思うんだよね。俺の予想だけど。って考えたら、まあそのプレデターメインっていうのが流行ってしまうと、オーバードライブゲージの調整とかがめんどくさそうかなっていうのが、まあ個人的には、懸念点として1個ありますね。はい、1個目。おお。もう危険クラウソラスってさ、第2スキル防御アップじゃん。防御アップってさ、もう使わんよな。剣士とかだったらともかく、クラウソラスの防御アップってどうなんだろうというような感じがします。ピラム。ピラムって最終あったよね。ピラム最終、主人公のみ、ダブルアタック確率アップ特大。五凸もあんのかな?そう、五凸がある可能性考えたらさ、砕けないんだよな、武器。エレメント化していい武器教えてくださいって言うけどさ、難しいよね。まあ、今だったらさ、最低でも四凸実装されてないとっていうのはわかるけどさ、今後考えたら五凸も来るんじゃねって思っちゃうんだよな、俺の中で。うん。そう考えると、今エレメント化していいやつはちょっと悩んでしまいますね。じゃあ誤飲90個あるんで100個目いきます。100個目の誤飲、これでプレデターが出たら撤退します。これはもうガチ。俺の中のギアス、うん、セルフギアススクロール、フェイトゼロ始まるから、カモン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 、はい、カモンカモンで来ないが俺はカモってな、サイゲームスのカモってな、なんちって。じゃあ回していきましょう。300連までね、ゴリゴリやっていく。いやでもさ、イルノートってどうなんだろうね。性能はわかんないけどさ、思考性能がすごい俺の。思考性能が高いでウホ。ふんふん。ということでね、ゴリラか。まあ、土寄り古戦場でゴリラ使いそうかなーって感じはするけど、サブ石にはさすがに、メイン石採用はもちろんあると思うんだけど、さすがにサブ石採用はどうなんだろうね。まあ、でもストレングス考えたら強いからな。ストレングス強いって考えると、あるんかなぁ。お、来たよ、10個目。これワンチャンありますよ。行くぞ。頼みますよ。最近、エイペックスレジェンズをダウンロードしました。お、来た!ん?あ、これあれじゃん。イルノートじゃん。最近、2時3時見てて、エイペックスレジェンズをダウンロードした。イルノートだ。少年、私の共犯者になってくれ。ここのさ、加入ボイスがあって、実際に使ってる、実際に使った時のボイスがないっていうのはなんか結構意外じゃない？ここ、あれ？でもここにボイスあるってことは普通にボイスあんのかな？ラインハルザってここの加入ボイスもなかったよね。ということは、もうこの、
そうだよね。戦闘時のボイスがなかった場合はな、どういう感じで撮ってるんだろうな。2回3回とこうちま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 って撮ってんのかな。なんかなかなかどういう感じで撮ってるのかわからんよね、うん。まあ、今回のピックアップは悪滅の雷とイルノートとプレデターの3人なんで、なんだっけ、でもイルノートの武器強いんじゃなかった、なんだっけ、費用プラスイクシードとかじゃなかったっけ。で、あと4突が実装されてて、4突の奥義効果が味方全体の奥義性能アップとかな、なんかそんな感じだった気がするわ。って考えると意外とちょっと未来がありそうな。まあでも銃武器なんだよね。メイン銃だったらな、メイン銃って難しいよな。まあ、メカニックの奥義パって結局さ、ノーダメージのニポチが発生しちゃうから、結果的にダメージが低く、結構これ今ロードしなかった？カモン！来ないね。行くわよ。ステータスを見る機会をくれました。ありがとうございます。イクシードファイヤー費用更新。結構魅力的ではあるんだよ。あ、ロードしちゃった。よいしょ。ミスティックブラシかぶりか。まあ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 。ミスティックブラシかぶりは、まあ4突したら強そうってことでね。まあミスティックブラシかぶりは許してやろう。いつか使うかもしれない。火属性のイクシードファイヤーってあったっけ今まで。なんかパッと思いつくのないね。まあなんかスキルレベル10とかなのだったらあるかもしれないけど、スキルレベル15のやつはなんかないような気がしますので。アナトって強いのかな。アナトね、召喚効果味方全体の攻撃アップ台。これなんか4突したら覚醒するんかな。まあ、アナドってなんかすごいあれだよね、昔お世話になった人が多いからさ、思い入れがあるような気がする。掘り下げあったら、あのあれかもしれないね、面白いかもしれないね。アナドがどういうバックヤードなのか、まだちょっと謎に包まれてる感あるわ。うん、オッケー、行くぞ。ほい。デュアルヘリックスか。デュアルヘリックスってロザミアだったっけ。今回のイベントで出てたよね、ロザミア。うん、ロザミアって結構なんか独特なキャラしてるよな。本音と建前が逆のキャラクターみたいな。うん。ブサイクね、みたいな。そういうキャラクターなんですけど。やっぱ本音と建前が、あれはどうなんだろうね。本音と建前、おっと？出前が届いていく。いや、出前届きましたよ。本日はね、ちょっと気になってた、ご飯チキンタツタ。まぁ、ちょっと罰ゲームで撮ったんですけど。罰ゲームで購入したんですけど、今回のご飯は、ご飯チキンタツタですね。あの、マクドナルドの新メニュー。どうなんだろうな、俺、ご飯照り焼き食べたけどさ、マクドナルド味だったんだよね。もう完全に、やべ、今、ポテトの香りがプワーン、あ、セットなんですけど、ポテトの香りがプワーンって通ってるもんな。マクドナルドってなんかさ、結構やっぱ言われてたけど、マクドナルド味になるよな。まあ、それブランドなんだろうな。なんかマクドナルド感じる。まあ、もともとマクドナルドで俺はバイトしてたから、まあ、マクドナルドは結構食べてるんですが、まあ、新商品を見てると、あ、このソースはこれなんだな、みたいな。今日のパティは天腕パティみたいな。なんかそんな感じの、パッとちょっとこう、昔働いてたやつゆえの、あれが出てきますね。顔を出してくる。俺の中の。はい、グラムもなんか評価上がったよね、最終上限解放で。というかラスト10回なんだけど。というかこれでラスト10連なんだが、グラムもなんか排水スキルによって評価が上がったスキルなような気がしますので、まあ、なかなか意外と最終上限解放を考えたら、砕く武器、エレメント化する武器ってのは悩んじゃうから、日頃武器のスキルレベルとかを20にしたら、マグナ武器とかを砕いた方がいいんじゃないかな、なんていう風に思っておりました。ということで、プレデタークロー、なんか強そうなスキル持ってそうな面してるな。おっぱいでっか。アシエ一家に復讐することこそ私の悲願。そのためならこの命散らしても構わない。絶対さ、散らしちゃいけない大事な、自分の命を軽率に捨ててはいけない大事なものができる人じゃん。自分の命を軽率に捨ててはいけない大事なものができそう。ヤイヤとかどうですか、プレデターさん。ヤイヤとかどう。私は死ねないわ、みんながいるもの。シスパティーナ。はい、ということで、まあ、今回の300連でしたが、まあ両方出たのは嬉しいかな。まあ両方出たのは
イルノートが出ただけ、まあギリギリセーフと考えましょう。イルノートな、使い方が分かんないんで、まあちょっとそこら辺もおいおい掘っていきたいんですが、まあとりあえず闇属性で言うと、あれだね、プレデターがまあとりあえず使いそうということで、まあ今回は撮ってみたので、プレデターの方育成して、ちょっとどんな感じに使うのかを、しっかりと探していきたいと思います。ということで、プレデター、狙って300連回しちゃったよ動画でございました。それじゃあまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。